F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプターがあるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、1機当たり170億円以上の高コスト機となってしまい、調達計画も750機、648機、451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機を持って、生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の、開発計画 JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は一つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の高騰を招き、当初の計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され、運用がされているんだけど開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機当たり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機、当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、伝統的に米国は米軍使用機体と輸出機体では性能に格差を設けるようにしているらしいよ。韓国軍が調達している機体も米軍仕様と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を、米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な特異な特徴を持っているために映画でも、垂直に飛行しているシーンが登場しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の、出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本は1番艦出雲について、
固定翼機運用のための第一次改修工事を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着発艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用国がなく、米国や英国は調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキード・マーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキード・マーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度は低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために、空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために、明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても、陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が想定している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定させる F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で、搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全て劣っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの、国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの、西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング2は、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された、組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で重整備や、機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での動機の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、FACO は F-35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく問われ情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、
これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから。日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるにもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに噴出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも稀有地域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦船装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦阿武隈型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、
従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の D イコールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防に2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属するアブクマ型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を艦する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された。クス型護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦体となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦体全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦体と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた糖尿病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦対艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク、41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、
対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、対機雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた対機雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する対機雷戦装備は、対機雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海部を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成海溝ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム CUNISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な小人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での精進化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国の003型空母の進水式が近づいているね。日本にとっての仮想敵国じゃなければ、喜ばしいことだけど、日本からすれば警戒すべきことだね。ああ、やだ。各国が注目しているのは、中国政府がリス開発していると言われる電磁式カタパルトらしいな。みたいだね。実際この電磁カタパルトが、果たして本当に動くのか。世界中の軍事関係者が大いに疑問に感じているよ。ってことで今回は、そんな電磁式カタパルトについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍空母遼寧や山東省で建造されていると言われる空母の動きが、表立って見られない状況だから、各国軍事筋は中国海軍の空母運用能力の不十分さと、空母そのものに構造的な問題があるのではないかと指摘しているよ。今回は、そんな中国が海上自衛隊の護衛艦出雲を強烈に意識している状況など、中国海軍の空母の状況も合わせて詳しく解説していくからね。日米英豪、それにインドを交えてのクアッドなど、アジアとオセアニアの主要国が中国を包囲している状況下において、中国海軍は太平洋に対して機動兵力を行使するために自国で空母を運用することを考えたんだ。しかし、その計画がうまく進んでいない実情において、中国は隣国日本の海上自衛隊が有する出雲加賀の動きをかなり神経質に見ているな。隣国に、
レーダーで視認できないステルス戦闘機が存在することだけでも脅威なのに、それなら出雲鏡艦載可能となっている技術は、中国にとって非常に憂慮すべきことだぜ。うん、でも、中国の憂いはこれだけじゃないんだよね。オーストラリアでは原子力潜水艦が導入されることになり、日本においても同様の動きがあることを懸念しなくてはならなくなったんだ。さらにアメリカでは、中国嫌いで有名なあのトランプ前大統領が再び大統領選へ向け動き出したという情報も出ているぜ。中国にとって当面の、そして最大の脅威はやはり海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった出雲型だと言われているよ。フラッグシップ艦である出雲と同型艦架側、STOVL 短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められており、2025年には戦力化を達成すると言われているんだ。この状況を受けて、中国メディアのネットイースト、香港メディアのフェニックステレビが、日本に対する脅威論を主張を繰り広げているのは興味深いところだね。出雲では、2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了したことを受け、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上において、米海兵隊岩国基地所属の F-35B が試験飛行を開始したんだ。試験の結果、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての基本的な運用に問題がないことが立証されたみたいだね。海上自衛隊では、この出雲と加賀について、2026年頃を目標に空母として運用することを目指し、今後引き続き改修の予定であり、同時にアメリカから導入する F-35B 飛行隊を宮崎県ニュータマル基地に編成し、領艦の艦載機として運用することに着手する予定だぜ。中国メディアのネットイースは出雲での F-35B 発着艦試験について、日本の軍用艦艇が戦後初めて空母としての運用を開始したことを踏まえて、ヘリ空母である偽の姿を捨て、本性を表したと報じているよ。そして出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンであることに対して、わずか1万9500トンしかないにもかかわらず、艦載機のレベルなどを考慮しても、すでに就航済みの中国海軍空母遼寧よりも戦力が高く、強い空母となることを受け止め、日本に対して十分な警戒が必要だと述べているね。確かに、F-35B がステルス性能においても中国軍の最新鋭戦闘機J-15 より優れていることは事実だが、さらに恐れているのはレーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ AESA による、アクティブフェーズドアレイレーダー ANAPD817。実際、J-15 が搭載しているレーダーでは、F-35B を探知できるのは 40km 手前からに過ぎないのに対し、F-35B は J-15 に 100km 離れた地点からでも探知できる性能があることから、この才能さら絶望的な戦力の差だとも報じているぜ。実際、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J-20 くらいだし、その J-20 が束になって出雲に襲いかかったとしても、艦載機数では勝るものの、戦闘機そのもののポテンシャルで考えると、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得ないんだよね。紙面の締めくくりでも、中国海軍はこの日本の軽空母を甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘し、警戒していることを隠そうとはしていないんだ。また香港メディアのフェニックステレビにおいては、10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験について記事を取り上げていて、日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することは事実であること、中国海軍が整備を進めている空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになることを、脅威と感じていると分析していたよ。さらに、日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題の影響もあって、中国を常に仮想敵国として意識していることから、多額の予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強していると非難し、出雲加賀の空母化もその一環であると、日本の姿勢を批判しているぜ。軽空母に改修された後の出雲加賀には、F-35B を14から18機艦載することが可能と言われており、実際に日本政府がアメリカから購入する F-35B の予定が42機であることから、購入した前期が空母艦載機として運用されることは間違いないだろうね。そして、出雲と加賀の改修が完了し、空母艦隊として運用を開始できるようになるのは、2026年頃を予定しているんだってさ。その2026年、中国海軍は3隻目の空母を就役させていると言われており、最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになり、出雲加賀の戦力を質量ともに上回ることは事実だね。
香港メディア内実は中国メディアのフェニックステレビでは、出雲加賀の整備にかかる日本の姿勢について、この度の戦力強化は自衛の枠を超え、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難しているよ。さらに、日本が原子力潜水艦を保有する可能性があることを懸念していて、日本の軍国主義復活を懸念していることを伝えているぜ。軍国主義の復活を懸念する声明は、中国政府とその与党マスコミからよく聞かれることなんだけど、特定の艦船の存在等を踏まえて指摘することは珍しいものなんだ。だけど、中国政府の意を受けたメディアは出雲加賀の脅威をかなり気にしているように感じるけど、香港メディアはその真逆に出雲加賀など中国海軍の空母群にかかれば敵ではない、とも書かれているんだ。中国メディアは、言うまでもなく中国共産党の意向に反することは書かないからね。一方香港メディアは、中国共産党への喜ぶ内容を掲載する傾向があり、中国海軍の空母群を褒めたたえることで、政府の関心を買おうとしているのが見受けられるな。では実際に中国海軍は出雲加賀を恐れているのかどうかを、もう一度考えてみると、やはり恐れているというのが本音だと思うよ。中国海軍の最新鋭空母艦載機である J20 は、積極的に配備が進められていて、各国のジェット戦闘機を世代で分類してみると、分類上は F-35B と同じ第5世代に当たるんだ。だけど、そのスペックはアメリカ空軍が1983年から運用していた F-117 ナイトホークと同レベルであり、アメリカ空軍ではすでにナイトホークは2008年に退役して現役ではないレベルの位置づけになっているよ。つまり、中国の威信をかけた最新鋭戦闘機でさえ、アメリカ空軍の敵ではない、むしろ登場してすぐに旧世代に追いやられるほど、技術面では置いていかれている実情があるんだよな。日本が F-35B のようなハイスペックステルス戦闘機を導入したら、中国海軍は数よりも質では圧倒的に不利になるってわけだぜ。日本と中国の間で懸念されるのは尖閣有事で、仮に軍事衝突が起こったとすれば、現実的には出雲と加賀の F-35B 約40機で、中国海軍の空母3隻、J-20 戦闘機130機と対抗することになるんだけど、いくら質が優れていると言っても、数において劣勢は否めないから、実際に有事になった時には、アメリカ海軍の空母打撃群の支援を受けることが必要になるだろうね。ちなみに、海上自衛隊において新しい空母の建造計画は現状では存在しないから、さらなる空母能力の強化を図るならば、出雲と同等のヘリコプター搭載護衛艦ニセヒューガを空母化回収することになるだろうな。実際にその計画がないとしても、計画だけは立ておかないと、中国政府に対して隙を与えることになるため、やはり中国海軍との軍事衝突の際に対抗する選択肢を少しでも増やしておくことが欠かせないと考えるよ。さらに尖閣諸島は日米安保の範囲内という現地をアメリカから引き出していると言っても、アメリカ軍が動かない事態を想定しておくことは必要不可欠だろうね。もし、中国が空母3隻で攻撃を仕掛けてきた時を想定して、空母以外の兵器で敵兵力の前言を図ることも必要かも。そういうことだな。例えば、南西諸島に長射程の地対艦ミサイル部隊を多数配備しておくことや、場合によっては尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させておくことも考慮に入れておく必要だろうな。そもそも、空母の建造計画は一朝一夕でできることではないんだよね。だけど、ミサイル部隊を展開させるのはさほどの時間を必要せず、機動的に配備できる部隊を国内に配備しておくことはできるはずなんだ。500km という長射程を持つ人に意識地対艦誘導弾の能力向上を図るなど、防御兵器の配備を加速して進めるべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。